ああえー、ラジオネームあくまさん、えー、加藤さん皆さんこんばんはいつも楽しくラジオを視聴しております、はい、今回は豪華なおじさんメンバーですが最近はあ皆さんは最近マジで年取ったなと感じる場面はありますかいや私は23年前着てた系統の服を今着ると絶望的に合わないと感じてきて辛いですということですねこれもう山ほどないっすかめちゃくちゃあります僕はは最近マジで年取ったのは この前健康診断行った心臓に水がある大丈夫なんですか2つぐらいでかいのがポンポンってあるらしくてそれ笑っちゃいけないけどガチでやばいやつゴールデンウィーク終わりで5月7日コナの日に MRI に取りに行って勝手に自分の日に再検査するそれかがおじさんが年取ったなと思いましたそういうのが出てくるようになったんであすごいねだってだんてだっ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 て43ですよね4 4時なんかないんですかそのおじさんでもあのここ数年は朝起きた時にどっか痛いっていうのわ <laughs> かりますね,ーねー特にどことかじゃないのその日によってわかりますそれ <laughs> あっ <laughs> 田崎さんもあるんですねそういうのでもうどっか痛いです、ね、なんか永遠のお兄ちゃんって感じするからもう俺とにかく目が見えないっす最近ええ,目見えなくなった目が見えなくなっちゃってっあの携帯で、はい あの、なんだけ、電子書籍、漫画とか読むときも、もう本当にズームしないと見えないから。俺も見れない。やっぱそう、目とかね、きますよね。ローカル文字がね。わかんないっす。やっぱゲーム実況してるから、目を酷使してる。ブラックライトとかね。じゃ、ブラックライト、ブルーライトか。あれもらってるもんね、たしかに。うわ、危ないね、それは。あと、夜起きてらんないっすね。ええ。もう全然起きてらんない。さっき何時寝る、寝ます?。いや、もう、十二時ぐらいっす。夜の?。夜の十二時とか。 一時には寝ますねでも朝はエペックスやってませんあれは起きてやってそうですよ4時とかに僕が配信つけるときはあれ起きてやってるんですよあれ寝起きなんだ寝起きです毎回おじいちゃんさおじいちゃんになっちゃったんですよ一回寝てんだ配信終わったら寝てます配信終わったとすぐ寝て四時間後ぐらいに始めるって何してたのって言われるんですけど寝てるんですよ朝起きて一番元気だからその時は寝起きペックスだったんですよ本当に寝起きなのあれ和田さんは何かありますかおじいさんみたいなわかる 分かってもらうか分かんないですけど、自転車で乗ってるとき、めっちゃ確認するようになりました。分かります曲がるとき。分かんないわ。昔だったら無敵感で走るのに、最近曲がるときとかめっちゃ確認するようになりました。なるほど、危ねえって。十字路とかも突っ切ってたのが、一回止まって、確認して行くようになりました。 <laughs> えー、こういうったなまっちょっとちょっと変化なんですね、えー、おじさんの。そっか, <laughs> そっか命を大事にしてるんですね。ただちゃんとしてる人っていう話になってくる。いやいや確かに。まだ、あ、若い頃は確かにねガンガンこ、はい、うだったし、はい、今命の大事だったからね、はい、多分ね。 終わんないですけど、お二人に質問です。どうぞ先日、実家でアルバムを眺めていると、うん、小学校の運動会の写真があり、懐かしく思いました。うん、お二人の運動会の思い出をお聞かせください。あー、運動会か運動会な。まあ俺そうだ。運動会の、うん、あのナレーション。 をやったんですよ。え、いけ,いけてました。結構、小学校の時とかいけてたね。いけてた。そう、ナレーションやるってこと。いけてますよね。クラスで二番目。<laughs> <laughs> あ、じゃ一番いい。いけてるぐらい。いけてた。はい。で、僕、そのナレーションをの原稿を読んだんですよ。はい。白組頑張れ、赤組頑張れみたいなのを読んだんですけど、うん、そのマイクが通った声が。うん お前ものすごくいいなって先生に褒められて、うん、それで歌手になろうって本気で思ったんですよ。えー、いやそれがきっかけ<や>みたいなとこあってっ、ね、小学校の先生って大事だわ俺ね、うん、小学校4年生の時にこれガチで言われたんですけど <S,、うんはい、<S, S 先生に。<S S 生一生懸命歌歌ったら、うん、加藤んは歌向いてないって言われたんですよ。 あ、そうなんだそうそれで俺カラオケも行けなくなっちゃったら俺歌向いてないんだってでもしかしたら立場逆転したかもしれないですよねそうだね俺がもう有名でもしてて俺がもして俺がねやってたから俺はもう当に俺に褒めて伸ばさなきゃダメだわそうだねだってそれで大石さんは今やアーティストとして大活躍されてるわけじゃないですかいやいやいやそこちょっとね俺だったかもしれねえだねそれねそうそうなんだ 運動会でも今結構例えばジャパリパークとかかなりかけていただいてるみたいですね。なんか合いそうっすねあの京競走の時に。それでなんかねレディーゴーみたいなでもジャパリパークって何でも行けちゃいません ダンスでもいけちゃうし<ー>高校野球のテーマでもいけちゃうしまあ,、ね、あれ無敵なんですよ。運動会小学校の運動会とかも多分流れてるとこいっぱいあるだろうしそうだね俺運動会ねあんまりねあの恥ずかしがり屋だったから参加しなかった <laughs> なんかね応援合戦とかやんなかったんだあのね言えなんか恥ずかしくて言えなかったんですよねあのあ<ー>お,お前らそっあれお,お前らがやん <laughs> <laughs> あとは若いもんでみたいな俺言えなかったんだよなガンガン言ってたわ田舎だったしさはい もう目立ちたくてもう応援団長ぐらいになってたわへえなれなかったわあと人の反復横跳びの動きがめっちゃおもろかった <laughs> でもなんかやっぱ大井さんはちゃんとスタイリッシュっすねそうかなうん俺はねあなんか俺編集でいじられてんじゃないかなあれ <laughs> 足も短くなんか <laughs> されてるんでしょ俺結局画角操作みたいなねそうすげえ悪意のある編集されてるなと思いましたね足クソ短くて頭大きくてなんか <laughs> <laughs> なんかこんななってて、ちょっと良くないあれは。<laughs> あの編集で思い出したけど、編集めっちゃ上手になってないですか。まあ僕いうのもあれですけど。<laughs> 変わんない。変わらないっすあ。あれ長谷川さんがやってるんですか。全部。そうなんだ。なんかたまに取って出しみたいな時あるじゃないですか。<laughs> なんかその時に比べるとすごいカットがしっかりしててあ、<へー S 1> 僕これちょっとうまくつなげられなかったなとか失言したなっていうところちゃんとカットされてて。<うん S 1> うん ななんんか長谷川、P、やるなーって思ったんですけどいやそれ多分じゃあ大石さんに気使ってんだ俺だっ,ってタバコのとから <laughs> <laughs> あそこってどうすんのチクチク責められたら <laughs> 最近のネットのだるさ知らねえなと思って <laughs> あ,あれはもうょフィクション <laughs> 僕のねそのねリップサービスだから大丈夫ですけど、うん、うまいことやっとけよと思いましたね全然カットしてなかった、ね、そうゴリゴリに映ってやがってああれ流しもうそ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 う,そうアーチェリーもやりましたね、はい、やりましたね 大さん上手かったわあれアーチェリー俺後でさ自分のやつ見たんだけどなんか俺ちゃんとこういうふうにまっすぐになってるつもりがこうなってたねああすんちゃんの方が綺麗にこうこういう感じでなってた僕一個言い訳していいですか、はい、もう今の大石さんちょっとやってください大石さん腕まっすぐじゃないですかうん、うん、僕腕の速かった <laughs> もうこれ系のさやつやめてほしい <laughs> 俺もう曲がってんなもんなってこ,うこうなねほん当に曲がってんですよこうやって。 本当だってここに手がなきゃいけないじゃないですかこうやってまあまあまあそうね曲がってんすよ俺おじさんまっすぐでしょこれにアーチェリーやらしちゃダメっすバレーしかできないバレーバレーすげえ強そうこれ本当ねハンディキャップなんですよねちょっと注意していただきたいなって思いますアーチェリーも楽しかったですねまたやりたいなって映像見ながら思いましたなんか体を動かす系いいっすねね面白いっすね3 「暮、はい、れなずむ町の光と影の中」「去りゆくあなたへ」 微笑むよりも「涙枯れるまで泣く方がいい」「人は悲しみが多いほど」「人に優しくできるのだから」「さよならだけでは寂しい」 すぎるから愛するあなたへ。送る言葉。